宮崎駿監督82の最新ジブリ映画、君たちはどう生きるかが公開され、21日で1週間が経過した。事前の宣伝なしで、木村拓哉、菅田将暉ら人気俳優が声優を務めたことも話題を呼んで、興行収入は好調。広告出稿料が今年の邦画でトップクラスに設定され、でもクライアントから申し込みが殺到している。好調な映画、君たちはどう生きるか、すべての写真を見る、2枚、宮崎監督にとっては10年ぶりの新作だ。キャストやストーリーなどを一切明かさない、異例の宣伝をしない宣伝を導入。ファンの渇望を煽り、公開後4日間の興収は 21.4 億円をマークした。これは、宮崎監督の千と千尋の神隠し201年の公開後4日間を超えるロケットスタート。千との最終的な興収は 316.8 億円で、歴代邦画史上2位、1位は20年の鬼滅の刃、無限列車編、404.3 億円で、君たちは、ジブリ史上最高興収も見えてくる。広告出稿料は、今年の邦画で、トップクラスに設定された。映画館のスクリーンで本編が上映される直前に、流される、広告映像、いわゆる、シネアドの料金だ。テレビ CM は視聴者のトイレ休憩タイムになりがちですが、シネアドだと本編の上映直前に流され、観客はほとんど着席しているため訴求力が高い。近年、邦画の興収が好調なので注目されている広告です。広告代理店関係者映画、広告代理店の双方の関係者が持ち歩く、君たちのシネアドの出稿料表を入手。それによると、全国20劇場を対象に2週間、15秒の広告映像を流した場合、300万円かかる。今年の他の注目作で比較すると、米国でもヒットした、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーは280万円、キ・ヤシとの永山綾人被告の薬物事件で公開が一時、危ぶまれた。東京リベンジャーズにケツのハロウィン編は240万円。君たちが頭一つ抜け、けているのがわかる。キャストやストーリーなど一切明かされない状態でこの価格が設定されました。つまり、ジブリブランドだけ出弾き出された価格。当初は、様子見のクライアントも少なくなかったですが、興収のロケットスタートを受け、クライアントからで、興の申し込みが殺到しています。映画関係者声優を務めた木村は21日、インスタグラムを更新。宮崎監督から送られた、いい映画になりそうですありがとうという直筆の色紙を公開し、こちらこそ、本当にありがとうございました。と投稿した。